どうも小林です。以前に複数の比較的小型の航空母艦の買いに告知があり、今回4月22日のメンテで一隻が流砲ということで買いにが実装されました。コンバート改造にもなっているので、今回はこの性能をまとめていきます。まずは流砲買いに母です。今までは買いになってから派生で買いに母とか、あとはオツとか兵などに改装されますが、初めて買いにより先に買いに母になります。流砲買いに母の改装レベルが80です。改装には改装設計図、姿勢甲板カタパルトを1枚ずつ、開発資材20個消費します。加賀買いに実装から約8ヶ月ぶりのカタパルトを使用する改装になりますね。回からの変更点ですが、ステータスを見ていくと、耐久プラス13、火力プラス13、走行プラス16、耐久プラス10、搭載数プラス12、運がプラス18ですね。回避策的はレベル依存ですが、こちらも上昇しています。そして対戦地も追加されて護衛空母になってます。そしてさらに分類としては夜間作戦空母なので、夜間作戦航空要員なしで夜間航空機を装備するだけで夜戦攻撃可能ですね。太陽や新陽とは違う分類の、赤城海に母とかその辺と同じ感じですかね。軽空母で純粋な夜間作戦空母は初で、さらに護衛空母も兼ねてるのも初めてですね。さらに射程も宙に変更して、速力は低速のまま変わらずでした。装備スロットの搭載数の配分ですが、1スロ目は回の時と変わらず21で、2スロ目が1スロと同じ21になりました。3スロ目も増加して、で4スロ目は逆に6から3に減少してますね。最小スロットの3って左右を装備しやすいので結構いいかなと思います。装備関連では増設に8センチ広角砲系統が装備できるようになった以外は大きく変更はないですかね。装備ボーナスでは爆戦62型、63型、祝い隊に装備ボーナスがつきます。特に祝い隊は野戦にも使えるので、これは非常にありがたいですね。あとは夜間攻撃機の97式艦攻海や天山新型攻系統にも装備ボーナスがあるので、夜間攻撃機を有効活用できそうです。ただ天山1、2型航海なんですが、これは2機目になると装備ボーナスが下がってますね。画像だと一番右の下の方の数値になるんですが、次に護衛空母で随砲海におつとの比較してみたいと思います。比較すると対空は随砲の方が高いです。他のステータスはそこまで大きく差はないんですが、耐久や走行回避、対戦は流砲の方が高いですね。防御面では流砲の方が多少硬いイメージで見ておけばいいかなと思います。搭載数も流砲の方が高いです。あとは速力低速と射程中、速力高速と射程長の違いでうまく使い分けをする感じですね。低速艦 OK の海域で搭載数多い方なら流砲など、こんな感じで使い分けするといいと思います。消費資源は若干弾薬の消費が流砲の方が多いですね。ここまで見てみるとほぼ同じような性能でカタパルトも設計図も使わない追砲の方が、強いんじゃないかなっていう風に際立ってしまいがちなんですが、もっと簡単に言うんであれば随砲買いの性能そのまま護衛空母にしたイメージの方が近いかもしれませんね。服の色的にもそっちの方が似てますし、次に流砲買いを見ていきたいと思います。コンバート改装で買いに母から買いにへ改装が可能です。流砲買いにへの改装レベルが88です。資材消費以外は高速建造材20個消費のみですね。思ってたより消費資材少なく、買いにから買いに母に戻す際も高速建造材20個のみですかね。資材以外は比較的コンバートしやすくなってます。あら、美味しい、素敵ですね。
カイニボカラの変更点ですが、耐久がプラス2、火力プラス2、走行プラス1、搭載数プラス5ですね。結果り5なので耐久とかちょっと分かりにくいかもしれませんが、護衛空母のままですが、対戦値は若干減少してます。確か対戦がマイナス4ですかね。夜間作戦空母ではなくなってしまうんですが、運営曰くパーフェクト流砲になるそうです。その一番大きい点として、速力が低速から高速に変更されました。装備スロットの搭載数ですが、1スロ目は変更なしです。3スロ目がプラス2、4スロ目がプラス3と変化しました。搭載数が62ということで、高速系空母では千歳千代田海の搭載数59より増えて搭載数1位になりましたね。まあ、低速艦を含めると巡洋飛用の搭載数66には届きませんが、軽空母で搭載数65は非常に高いです。ただしその代償として消費資源量が大幅に増加してます。燃料は軽空母で今まで一番多く消費した鈴や熊の貝に甲と同様の消費量、弾薬はさらに鈴や熊の貝に甲より多く消費します。正規空母である雲流型よりも燃費悪いので、通常会議の周回用としては不向きになりましたね。装備については、装備可能なものは流砲買いにぼと同じです。装備ボーナスも若干変わるものもありますが、基本的に同じ装備に装備ボーナスがあります。性能についてはこのぐらいでしょうか。では最後に総評と流砲買いの改装優先度、また改装後はどちらにすべきかということについてです。どちらにすべきかという点では、やはりパーフェクト流砲の流砲解任がおすすめです。流砲解任任務でも高速統一編成の方が簡単な回帰もあり、速力高速の方が出番が多いです。低速艦はどうしてもイベントでは不遇なことも多く、軽空母で夜間作戦空母なので連合艦隊第二艦隊に編成することもあるかもしれませんが、コンバートで戻すのは高速剣道台20個で済むので、普段は流砲買いで運用がいいと思います。改装優先度ですが、改装に正甲板カタパルトを使用することになるので、大型艦のカタパルト改装が済んでからの改装になるかなと思います。1号船、5号船、サラトガ、伊勢、ヒューが次に流砲買いかなっていう考えですね。性能だけで見るなら大型艦7隻改装が終わり、さらにそこでカタパルトが残っていたら流砲解任を作成という感じで改装するのがいいです。流砲解任性能はいいんですが、同じ護衛空母の随砲の改装のお手軽さが強すぎるのと、まあやっぱりカタパルトの貴重性が高すぎる点がネックですね。今回8周年の限定任務でカタパルト1つは入手でき、これが流砲解任用になりますが、期間限定任務を逃すとまたカタパルトが足りなくなってくるので、絶対にここを逃さないようにしましょう。正直今回常設任務でもう1枚カタパルト入手できるようにしても良かった気はするんですけどね。まあ仕方ないですが。ということで今回は流砲解任の性能についてまとめてきました。この動画は以上になります。もしこの動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。